せっかくなんちょっとその流れで井上さんにちょっと最後の今日プレゼンテーション、そう,そうなんですよ <laughs> おそらくでも今の共通のキーワードのことも話があると思いますし、井上さんがあの全国各地ですね見てえっと回られたことの踏まえつつ、日のあの取りになりますけども NHK エンタープライズ、井上京介さんにお話をいただきたいと思います。 よろししくお願いしますなんか逃げ切ったかと思ってたら、里山資本主義やら、里海資本論やらを、えー、書いたりしております井上と申しまして、えー、今、あちこちのところに、まあ、食いつっ込んだり取材に行ったり、だいたい成果が出た頃に現れる男と <laughs> 言われておりまして、あの現れたらそろそろあの来たなって。 いいう感じだだとと思思っっててただければと思っておりますあの達人なんでさっきのジャムの店から行くんですがちょっとだけあの視点を変えたいと思ってましてつながるっていうのがねもう今日本中も世界中も関係なくつながってる皆さんそうなってるんです地方はむしろ東京にいると本当って僕も局に行くといつも本当って嘘でしょって言われるんですけど本当でしてで松島さんのジャムの店も あちこちから買いに来てるだけではなくて、これがあの奥様ですね、<laughs> はい、いやなんかいやちょっとだけ役に立ったような気もするな、えーとえー、あのパンフェスタっていうのが毎,毎年春に去年あたりからされて、どこのパン屋さんが集まっているか、瀬戸内海中のパン屋さんが集まってくる、瀬戸内海は1つですよ、で神戸のパン屋さんがここにパンを持ってやってくるんです、大喜びで。 そういうい時代になってるんですよだから神戸の方が偉くて篠大 <music> 島はとかみたいな話ではなくて一緒にやる価値があるそこに行くと楽しい思いができるそしてから志が分かち合えるみたいなことになるともうお客もパン屋さんも偉いことになってますよその周防大島みんなが若者が出ていくとか言ってますがその同じ橋を通って。 っってていうことになってるんですねそれで、えー、いつもあの我らがヒーロー72歳になった和田義治さんっていうあの中国地方の山の本当に限界集落の中にお,お住まいの方なんですけれどもこれエコストーブっていうあの聞いたことある方。あれ、ねぜひ あの聞いいてくださいあのこんなふうにしてあの僕も使ってますけれども、えー、世田谷区でも使えるというような、えー、煮炊きの道具でここにお釜をのせてご飯を炊くんですけれどもまあ本当に日本中あちこちで講習会やってますよあの呼ばれていくと。 行けないと「行けません」とか言ってまして <laughs> で「そうして電話して「一個送ってくれませんかね?」とか言うとその配信利用であのペール缶っていうのを元にダクトをつけてただ熱効率はものすごくいいように彼ら自身がものすごく工夫してこの形にたどり着いてますので誰でも本当に簡単にご飯が炊けますその辺に落ちてる枝や葉っぱで。えー、っていうものなんですけどもう本当に日本中に今いくつあるかわからない。 っていいうぐらいありますそういうつながりの彼はまあ何というか、まあ、彼は中心だとか言ってますけど、えーまあ、まさに中心だと思うんですけどそれが今限界集落の中にその中心があるということを考えると希望を感じませんかというああご飯だなみたいな,なんかであのこれその中国自動車道という、まあ、ものすごくあの走りやすい道をこう東の方にずっと行くと岡山の真庭市っていう。 人口5万人とかいうと結構いるじゃないですかと思いますが地図を見て後で確認しておいてくださいものすごく広いですから <laughs> の合併して真庭市になりますのでそこの,あの製材所の社長さんの中島貴一郎さんっていう人なんですけどで後ろにねあのなんか鉄人28号の頭みたいな,なんか銀色のものがありますがこれが木の発電所でしてでそこから彼は有名になったんだけど 彼はそれをどこかから学んだかオーストリアから学びました直接つながって今四十行き来してオーストリアの人とでオーストリアの大学の多分世界的にもものすごい先生だと思いますけど直接だって聞きに行ったら「あそうなの?」って言って教えてくれるわけですそれが。 海外に行くのも別にそんなに難しいことではないしそれからあのホームページはもちろん英語だから「うん何て書いてあるんだろうな井上さんちょっと」とか「俺も読めません」みたいな話になるんだけどでも読める人はいるし読めないまでもってか案外そういう人はキテクニカルワードは知ってたりしますから案外とそのつながりもできるし。 もうここ,ここもものすごい山の中ですけどュ中なんか日本中の人やら世界中の人やら来てますよ。で今その CLT っていうですねその木だけで8階建てのビルが建つっていうのを実はオーストリアはじめイタリアでもロンドンの街なかでも。 鉄骨一一本も入れないいでってうビルがどんどん立ってるんだけどあのそのこと僕たちも伝えてるんだけどなかなか普及はしないんですけどそれ今今度の夏ぐらいから日本でもやりましょうっていうののまさに中心人物です日本 CLT 協会会長とかやってるわけですよねあのだから誰が偉いとか誰がいいとか大企業の方が進んでるとかいうようなことももうもはやもうこの人たちの世界ではもう あのこんなペレットも使えますよとかあそ最後にすいません落ちだけこれ僕の小学校3年生の息子なんですけど <laughs> あの都会は置き去りにされて今日の話は進んだなと思われる方私は今世田谷区に住んでおりますがこのように毎週多分、えー、今週も明日家でご飯を炊きますなぜ炊けるかその辺に枝はいっぱい落ちているからです 競争相手もあまりいないくて散歩をしながらあのなんか枝持ったり松ぼっくり拾ったりしてるおじさんがいたら多分それは僕ですというわけであのどこでも本当にできるんですだから都会だとできないって言ってることも実は全然や,るやろうとしてないだけで防災の日なんかにこれでご飯炊いてみようよっていう町内が今どんどん増えてますよだからあのフラットでなんていうのかな あのグ,ログローバルはシームレスでとかって言ったら本当にそうなんであのむしろ地方でもどんどん始まってるっていうことを僕は今伝えようと、まあ、番組でも頑張ってやってるところなんですけれどもあのぜひそのことをあの知って帰っていただければなというふうに思っております。